今回は、一口馬主クラブ、YGG オーナーズクラブから、2024年度募集地方馬2頭の評価を、勝手に紹介します。なお、注意点はこちら。本動画には、個人的主観が多分に含まれます。また、出資は自己責任、自己判断でお願いします。1頭目は、トレサンセールの23。性別、オス。生年月日、2023年3月10日。父、ダノンレジェンド。母父、リップバンウィンクル。生産者、門別山際牧場。厩舎、真島正則。募集価格、1200万円で、一口3万円。400口募集。兄弟に、サザンナイツ、トレブランシュ、トレベルオール。おじおばに、ケビン、ハートオブアシティ、トレミニョン。本馬の注目ポイント一つ目は、所属が佐賀であること。厩舎は、真島正則。近3年間の佐賀リーディング順位は、こんな感じ。中堅といったところ。注目ポイント二つ目は、父ダノンレジェンド。主な代表3区に、ミッキー・ヌチバナ、ベストリーガード。と、ダート馬を輩出。注目ポイント三つ目は、募集価格。兄弟の募集価格はこんな感じ。本馬は1200万円。ちょうど、兄弟の中間あたりで、昨今のインフレを考えると、適正価格かもしれない。ただ、地方ファンドで1200万円はオープンクラスがマストであり、採算を考えるとちょっと手が出しづらい気がする。兄弟実績、ダート馬を輩出するダノンレジェンド3区で面白そうな存在。あとはオープンクラスが必須条件の募集価格をどう捉えるか。2頭目は、クリストフォリの23。性別、メス。生年月日、2023年4月17日。父、大勢レジェンド。母父、ヘニーヒューズ。生産者、奥山ファーム。厩舎、角田テルヤ。募集価格、960万円で、一口 2.4 万円。400口募集。兄弟に、ダイヤモンドナイツ。おじおばに、パルティチューラ。ストリンジェント。と、なかなかの決闘。本馬の注目ポイント一つ目は、名古屋所属であること。厩舎は、角田テルヤ。近3年間の名古屋リーディングは、こんな感じ。トップトレーナーは好印象。注目ポイント二つ目は、決闘。本馬の父は、大勢レジェンド。主な代表3区に、スピーディーキック。大勢スラッガー。と、こちらも主にダート馬を輩出。また、データは少ないが、母父エニューヒューズからも、本馬はダート決闘馬。性別は違えど、トレサンセール23と比べて、募集価格が安いのもプラス材料。牝馬のダート決闘馬が嫌いでなければ面白そうな存在。個人的には本馬を推したい。以上、一口馬主クラブ、YGG オーナーズクラブから、2024年度募集地方馬2頭の評価、でした。